はい、ではジャンプスクワットからです。 Are you ready? 5 4 3 2 1、 いきます、どうぞ。はい、皆さんのペースで、余裕がある方はなるべくねペース上げていきます。深くしゃがんでフォーム重視でいきましょう。フォーム重視。下でキープします。一番きついところで耐えて、OK、 一回休憩です。10秒のこれ休憩。はい、前にスペース空けて2セット目に入ります。フォワードランジね、右足からどうぞ、左右左、はい、慣れてきたらペース上げて、ただ狭い幅にならないようにフォーム重視です。はい、では右足を前でキープ、10秒のキープです。耐えて耐えて、1回休憩です。3セット目はヒップリフトです。仰向け作りましょう。セット、足腰幅、つま先上げてかかとでいきます。アップ、どうぞ。はい、ここもしっかりペース上げていきます。お尻、ももの後ろ、背面の刺激感じましょう。はい、呼吸止めないで、上でキープ。休憩、 OK、 起こします。後半です。4セット目、ジャンプスクワットに戻ります。いきましょう、どうぞ。深く足に効かしてペースアップ。 3,2,1 下でストップ。 3,2,1 足振ってフォワードランジです。後半ちょっときついです、頑張って。じゃあまた右足からいきましょう、どうぞ。膝が前に出すぎないように広い幅取ってください。遠くに、さあここ一番きついところ頑張って。左足前でダウン、ストップ。3 2 1 like ダウン、 OK、 ラストワン、最後。Are you ready? お尻です、ヒップリフト、かかとでいきますよ。最後1セット、どうぞ。さあペースアップ、少し急いで、ラストラスト、上でホールド。OK、 ゆっくりダウン。ふう、今日の動きは3つだけしか出てこないので、まず3つの動きを覚えてください。はい、まず1って書いてあるのがジャンプスクワットですね。ジャンプスクワット、マンションとかにお住まいでジャンプができないという方もいらっしゃると思うので、そういう方は無理してジャンプする必要ありません。ただジャンプスクワットといってもあまり音が出ないジャンプスクワットです。どんなジャンプスクワットか、足肩幅程度の普段のワイドスタンスのねスクワットですね。でアップする際に足を閉じます。ダウンして、閉じてダウン、閉じてダウン、閉じてダウン。閉じるときに一回着地するので、ジャンプの幅がちっちゃいです。なのであんまりどしどし音はしないので、やれる方だけやってください。どしどし音は出せないという方は、スクワットの連続で構いません。はい、スクワットの連続。
なるべくフォームを重視してフォームが綺麗な状態でできた上でご自身のなるべく限界値のスピードで動いていく。ちょっと速いペースをやることによってですね、筋肉のその側筋繊維、瞬発の方に刺激が入りますので、なるべく速く動いていく。はい、一緒にちょっとだけジャンプできる方は足を閉じてダウン、閉じてダウン、閉じてダウン、これがジャンプスクワットになります。はい、もう覚えられましたよね。これは後半にもね、4でも出てきますので覚えておいてください。白い部分です、ジャンプスクワット。はい、2つ目、フォワードランジ。フォワードランジっていうのは前に足を出すランジということです。前にスペースを空けて、右足から交互にランジを行っていきます。はい、ここでも少しねビョーンとこうジャンプのような刺激が、強い刺激が入る、これがポイントですね。ダウンして帰ってくる。はい、足の幅があまり狭すぎると膝が前に出すぎますので、これだけちょっと気をつけてください。ちょっと広い幅とって、どうしても重心は前になるんですけどね、フォワードランジで足を前にこうやって出しますんで、ダウンする際に上半身ちょっと倒れてしまう、これは全然 OK です。はい、ただ狭くなりすぎないようにだけ気をつけてください。広い幅でいく、広い幅でいく、なるべく広く足を前に出してください。これフォワードランジです。これが、2と5セット目にも入ります。はい、そして、オレンジの部分がヒップリフト。はい、これ最後の動きです。ヒップリフト、これはいつもやっているお尻の動きです。仰向けを作ってつま先を上げてのかかとでお尻をアップしていく。足の幅は腰幅程度ですね。はい、皆さんすみません、キープについてねお伝えし忘れました。ヒップリフトのキープの動きの時には20秒アップダウンで動いた後に上でキープをするだけです。 OK？ はい、ジャンプスクワットの時にはジャンプスクワット、はい、スクワットの姿勢でキープをするだけです。そしてフォワードランジ、ランジの時にはこれですね、2セット目の前半の方のフォワードランジでは右足を前キープ、後半の5セット目にも同じくフォワードランジが入るので、その時には左足を前にキープという形で、全体を通してバランスをとってね、キープも入れていきたいと思います。はい、それではよろしいでしょうか。ちょっと練習してみてください、ジャンプスクワットとかもね。で、途中であまりにも心拍数が上がってきて疲れてきたと思ったらジャンプする必要なくね、ノーマルのスクワットで対応してください。あとはスピードも皆さんそれぞれで OK なので、フォワードランジもねペース上げることなく丁寧にゆっくりやってみてください。今日はね、アルティメットチャレンジのちょっと体験練習ということで、まず1曲やってみましょう。はい、この度 YouTube メンバーシップをスタートしました。月水金土週4日間ライブでメンバーの皆さんのトレーニング習慣をサポートしております。体力の維持、筋力の向上、疲れにくい体づくり、姿勢改善、ダイエットなどを目的とした日替わりのトレーニングメニューで、飽きずに楽しく、気づいたら効果が出ている、それがプライドボディライブメンバーシップです。リアルタイムに参加ができなくてもアーカイブでもご視聴いただけます。詳細はこの動画の説明欄をご確認ください。あなたの体は必ず変えられます。僕にはその自信がある。日々のトレーニングを一緒に楽しみながら体を変えていきましょう。ご参加お待ちしております。